光宝盛な天使のガブリール。ところが人間の様々な娯楽に触れた彼女は怠惰でぐうたらなダメ天使に変貌。人類なんか勝手に滅んでくださいって感じ。キモッ、なんだこれ。そう、救いようのない堕天使だったことにね。天使がそんなんじゃダメじゃない。それはいい心がけね。悪魔らしく他人に迷惑かけてみました。えっ、我こそは大悪魔って聞いたの。この世の悪しきことは私のためにある。ところでどのようにいじってほしいですか。ガブちゃん、今日もやさぐれ可愛いですね。取り間違いだし、制服着たらいい感じ。ピポもデボも炎上もひっくるめてハイ。何でもいいんじゃない。ヘブンもヘルンも明日もこっち混ぜてハイ。みんなで学校行こう。愉快な天使と悪魔たちが送るスクールコメディ、ガブリールドロップアウト、2017年1月より放送スタートです。見てねー。